あのね、一番最初は子供を産んで、まあ、実は一人目私22で産んで早かったんですけど、で核家族の時代にですから、おじいちゃんおばあちゃんがみんないっぱいいてっていう中じゃないんで、もうちょっと嘔吐したりちょっと熱が出たりするともう大騒ぎですよね。でそういう育児してる中でこの生き物って言ったら赤ちゃんに失礼なんだけど、この生きてる物体はそのこれは毒が入ってるからちょっと食べたくありませんとか、これは嫌ですとか意思表示が、まあ泣くことはできるけど、うわーすごいいわゆる弱い立場だよなって、この赤ん坊たち赤ちゃんたち。そうするとこの生きている一人の人間に何を食べさせるか、何飲ませるか、どんな環境を育てているか、こっち次第。それがきっかけだから、子供をどうやって、まあ、政治の世界の用語で言えば健全な社会で、健康に影響ない社会で育てていくにはどうしたらいいんだ、ずいぶん有害なものが溢れてんじゃねえかっていう、そこからがきっかけなんですよね。だから生まれ育ちが自民党での家で生まれて、ちっちゃい頃は山は富士山で、野球は巨人で、政治は自民党、もうこれ三拍子で刷り込まれてきて、で敵は政教と組合みたいな、もうそんな家庭だったんだけど、でも決して自分が政治の世界にっていうのは全く考えてなかったんです。実際やろうと思ったら、自分が育ってきた環境っていうのはどうでした？プラスでしたか？マイナスでしたか？もう今となってはプラスですよね。だから最初はもう自民党というところに入党するのが当然で、だから党員になって、で市会議員、仙台の市会議員やってる時も自民党の党友として自民党の県連の会議に出たりしてましたから。でもある時、ある選挙の時に、自分も自民党の推薦、県連推薦っていうちょっと変則的な、橋本龍太郎さんっていう人が総理大臣だった時に県連推薦で選挙やったんだけど、最終盤にファックスが全部自民党の各総支部に、支部に流れて、でこの人は応援してくださいと、で鎌田彩里さん応援しなくていいっていうファックスが流れて、え、あれ私も自民党じゃなかったんでしたっけみたいな、あ、これがこの世界でいう橋を外しってやつみたいなものを体験したり、それからあとは別な場面で、こうこのくらいの30センチぐらいの高さで積まれているものを紫色の風呂敷で上からかぶせてそういろんなものを体験、自分で体験して、で女性議員で超党派で何か集まり持った時に自民党関係者の方が来てて、ああ理解してね、その時は社会党もあったし共産党もいたのかな、理解してくださって見に来てくださったんだと思ったら、単なる監視で、あれだから自分の頭とか思考とか脳みそとか顔はこっち向いてんだけど、立ってる場所があっち、ま、真逆向いてる、そこ体がこうねじれてる、あれこれはいずい、まあ、仙台弁に言うとこうしっくりこないよりももっと違和感ってやつですね、いずいはこれっていうのを直接体験して、あ、私の居場所じゃないなって。でもやっぱり変な話、全然角度の違うとか全然方向の違うところを映るのは結構大変だったんですよ。裏切り者とか言われたりしなかったんですか？それ面白いって言ったら言葉あれかな、私には直接来ないんですよ、私の周りに。で私にとっては一番攻撃というか、それをかけてほしくないところに行った、それが父親で、私の父親は当時自民党の宮城県連の事務局長をしてたので、でそれの初っ端が市会議員になった時、私当時三塚さんと愛知さんっていう宮城県でいうと両巨頭がいたんだけど、その三塚系と愛知系とで合体した会派に
入ったん。いわゆる自民党の会派に入んなかったんですよ。そしたらなぜ娘一人をコントロールできないのが県連の局長やってんだというのがね、父にバン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 もう朝昼晩と電話攻撃。それで1回目に倒れたのが父が、そっからしょっちゅう倒れるようになって、最後の最後はもう寝たきりで1年くらい介護必要になって、もう母も父もみんなで自民党じゃなくなりましたけど、よく乗り切りましたね。そうーん、そう、私の場合性分たちタイプが教科書読んで何か読み物読んでふーんって納得するのと、自分で体験して腑に落ちて納得するのとでは、その腑に落ちて納得する方だと特に大変には感じない。一生懸命読み物読んで覚えるってなると無理やり入れ込むから大変なんですけど。でそういう時期に、その結構そんなに経たない時期にすぐその国会に行くわけじゃない。はいはい。国会に行こうと思ったのは、要はいろんな条件もあるでしょうけど、きっかけとか、はい、はい、いろいろあるでしょう。はい。浜田さんとしては、どうなんですか。本当にこれもね、これももう見る方が聞く方が聞いたらお叱り受けるかもしれないけど、私の中では仙台市会議員は仙台市の条例をこうああやったりこうやったりできる、宮城県の県会議員は県の条例をああやったりで、立法府国会の議員さんは法律をああやったり、つまり魚屋は魚を取り扱う免許もらえる、八百屋は野菜、肉屋は肉と同じように、私にとっては仙台の市会議員の時に公約に掲げたものが10あるとすると8ぐらいはもうほぼ仙台市の NPO センター、今広瀬通りありますけど、当時ね、市会議員の時 NPO って言った時に市長さんから、鎌田さん NPO は PKO とどう違うんですかって言われて、いやそれはですねと説明をちゃんときちんとして、で NPO のそういう拠点となるものを仙台市に作って、 NPO が点で点在しているのをちゃんと仙台市がそういう場所をね提供するとか、いろいろこう道筋をつけられたんだけど、教育のことだけはもう過去教育法法律でこうで、今じゃ35人学級ねあれになりましたけど、少人数学級とか、県から給料もらってる教員もいれば市から教員給料もらってる教員もいると、なので仙台市独自にできないんですって、もう法律がじゃあ法律を扱ってもいいですよっていう免許のところに移行。だから10あるうちもうやり残し、もうこれ以上も全然ダメ無理限界と思ったのが法律のところだったので、じゃあ仙台市条例を扱える免許じゃなく法律をいじれる免許ところに行かなきゃと思って、仙台市会議も3年で辞めてるんですけど、はい、はい、でそれで国会に行くじゃないですか、自分が見た、はい、ここで法律を変えるって想像した景色と見た景色とか、はい、やっぱりギャップがありましたね。ありましたね。ありましたね。うんとね、ざっくり一言でまず表現すると、自由、議員それぞれが自由というものを、自分の活動の自由というものを自分からちゃんと作れる能力のある人とない人では、自由のない人はもう本当にない、いろんな意味でない、時間物理的な日常のスケジュールの自由がない、それから政策に対して賛否を意思決定する自由がない、いろんな自由がない、それは感じました。で余計に35歳だったからして、野党で1期生なんで、自分の日程は事務所の人様に聞かないとわからない、はい、で自分の選挙区の宮城2区で何が起こってるのか、
自分で自由の時間を作って情報を取りに行けば取れるんです。でも私は自由を自分から、その当時は自由を取りに行く能力がなかったですね。だからもう本当に自由ない活動でしたよね。でもまあ、当時の私を知っている人はいや存分に自由にやってただろうって言いますけどね。区政としたら与党野党関係なく、そういう自分で取りに行かなくてはやっぱり自由はやと思います。はい、思います。これは総理大臣も同じだと思います。最高権力者だから、自分から取りに行ったら最高の自由手に入れられますよ。でもそれをしなければ操り人形だし、元老の方たちの言いなりで、今回の菅さん見てると解散権奪われ、人事権奪われ、短命で一期使われただけ、1年使われただけみたいな。震災の時には、はい、タモさん県議ですか？あ、すいません、震災の時は私無職です。無職、はい、じゃあもう浪人時代。そうですね、政党にも所属してない。一回市長選に出てるんで、その時離党してますから、そのまんまで、はい。それは初めて経緯。あ、そうですか。だからもうある、その一面からいけば完全自由の身だったんで、自由にどこにでも行って、で最初は住んでる仙台の市役所に毎日のように押しかけて、当時の市長さんとか総務局長とかにいろいろ。でも、あ、でも仙台やっぱ政令市だなと、なんかある程度大丈夫って自分で感じて、私の通い場所は石巻の大川町の川を挟んで向かい側に橋浦地区ってあるんですけど、あそこのヘドロの書き出しと、だから当時多分本当に何人ものご遺体を長靴の下でにしながら、ごめんなさいと思いながら一生懸命ヘドロ書き出ししたり畳出したり、それと南三陸町の志津川ですね。南三陸のホテル関陽って皆さんご存知だと思いますけど、あそこのおかみさんが、もうホテルはもう避難所いいですと、で最高600人以上受け入れてたんですけども、水もない何もないで、とある大手水企業関連の企業さんが海水を真水に変える装置を無料で提供しますと。で関陽のおかみは喜んで、あ、じゃあこの600人の避難者の人たちのねお水な。ところが当時の南さん、あ、今も町長してるけど佐藤仁さんって町長が、それダメだと。でおかみは水にしたい、町長はダメだと。で両方の間に入っちゃって、で両方で関陽のおかみの話はうなずけるんだけど、町長なんでダメっていうのかなって町長に聞きに行ったら、まだ海にはもういっぱいご遺体が、その海の水を飲み食いすんのかと言われた。確かにな、確かに。じゃあ町長、これでどうですべと、その飲み食いはしない、ただしトイレとかお風呂の生活用水これに使うってならどうだべったら、町長がそこでうんと、それならいいって言って、今度おかみにお伝えして、なんか関陽さんのホテルのお風呂とかトイレのお水はその海水を真水に変えたやつでできて、そういう政治家じゃないんだけど、議員じゃないんだけど、まさに政治、政治活動的なことをやって、あとは、ガイガーカウンターを持って測定歩きですね。丸森行って白石行って、あと一ノ関の方まで行って、まあ当時ねここまだ通ってなくて、そっか通ってない通ってない、ここ仮設で真ん中あたりにマクドナルドあったじゃないですか、ここ渡って前は。で僕あの20日に来てるんですよ、3月20日、3月20日の夜に来てるんです。そうで21日の朝ここ通ってるんです、10日後。そ う, うわ鳥肌立ってる、鳥肌立ってる。いやいや、私は避難所にいたので。あ、そうですか。そこでもういろんな、ここもこれはあったのかな、デッキがあって座ってて、
女の子とかもまだガスが通ってないから水も通ってないから髪の毛も洗えないし、そう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 、服装もなかなかできない。そうそうそう、その様子を見ててすごいなこれはとか、あと反対側のファミリーマートでみんな並んでるんで一緒に並んでて、うん、僕が買うものはなかったんで一緒に並んでて入ったらもうファンが100個ぐらいしか取れた。で20人ぐらいが殺到して、でも変な混乱とかならないで一人買うんだけどもうなくなっちゃったねみたいな感じで、また待たないといけないの、来るのって聞いたら、うちの人も分かんないんですよ私たちは。そうですよね、そうですよね、スタンドも2時間待ってやっと私の番だと思ったら終わりですとかだからね、私はもう政令市仙台だからある程度自分でだから、もう母が PTSD で、当時3階部分のマンションに鍵開けようとすると手震えて怖くて入れないんですよ、鍵が回せない。あんなに格尺とした人が違うからもうまあ完全に PTSD だな。で何か風で揺れたりするとまたもう蘇っちゃって、あこりゃダメだっつって避難所に皆さんと寄り添い合っているっていう場所じゃなきゃって避難所に行って、んでその母をこれ具合悪く、本当にもっと具合悪くさせないことが私の役割だろうと、だ仙台でここで、そしたら同級生、東京で活躍しているとある電話をして、同級生なの、同級生、高校生の時同じクラスで電話かかってきて、ちょっとさゆりちゃん、あのさ2トントラックでさ、ケトルとかさ、あのなんか有名なポットとか持ってったんだけどさ、仙台市に行ったら仙台消防学校がそのボランティアセンターの場所だって聞いて行ったんだけど、なんかみんな持って行っちゃったんだけど、ボランティアもどき、ボランティアさんもどきみたいな人がバーッと持って行っちゃったと、何やってんのちょっとってなんで私が怒られんだろうみたいなその電話でですよ、その電話がきっかけで、いやこれ動かなきゃいけないのかなって思って、で動くにあたり母を一人置いていけないから軽自動車の後ろに母を乗せて、それで仙台と石巻、仙台と南三陸を通って、変なロードムービーとか映画みたいですね、親子なんかドキュメント。それで母はね、時々っていうか何かのきっかけであっちの世界行っちゃうから、もうすでに亡くなった人が、亡くなった誰々が今日来るから早く帰んなきゃとか、まあ、それもああそうなのって言いながら、あとそう、それがきっかけ、あれがあの電話なかったら多分仙台でとにかく母をこれ以上ご悪くさせないようにっていう付き添いしてました。皆様の想像力にも期待をするんですけど、最初一番最初は、まあ、私希望の党から推薦じゃない公認来たんですね、電話で、で電話できてすぐお断りして、電話で、あ違うよ、だって私小池百合子さんと真逆なこと地元で活動してるから無理だからお断りして、え電話で断っていいのって言われて、いいっすよって、書類とかやるとめんどくさいからいいっつってお断りして、じゃあさてどうすると、でうちの事務所に支持者の方が集まってきて、希望の投稿に断ったんだって、断りました、だって無理だもん、じゃあどうすんの無所属、いや無所属だと私ぶっちゃけね1000万とかかかると言われてる選挙でお金ない、そしたらね、とある支持者の人が、枝野さんがなんか党作るんじゃないのっておっしゃった。で、え、そうかな、なんかちらっと聞いてはいるけどって言って、その後援会の人がいるたちの前でスピーカーフォンにしてスマホを、そこから直接枝野さんに電話して、それで枝野さん出て、で枝野さんすいませんって、今スピーカーフォンでみんな事務所で支持者の方も集まって聞いてますから、あの新しい党作んないんですかって、私このままだと無所属なんですよね、希望の党断ったし、そしたら枝野さんが実は明日一人で会見をしますと、今帰宅途中ですと、家に帰って妻に初めて明日のことを言いますと、そうなんだ、党の名前も今考え中でまだ確定、最終確定してない、そうなん
んだ、よかった。じゃあ塔の名前どうでもいいから、あのそこに私エントリーさせてと。分かった、じゃあ貨物エントリーねと。うん、エントリーするから、じゃあその塔の公認ということでよろしくで電話終わって、それで皆さんで なんか塔できるけど、私は枝野さんは立憲主義に基づいてリベラルで、そして、格差を埋めていってとか自分の考えに一番近いと思ってたから、もうあ所属政党決まったと思ってたんですけど、その後ですね、当時の世論調査で、いや立憲で出て取れるのか、あるいは比例で何人取れるのかっていう調査結果が出てきて、小選挙区は一人も取れないだろう、比例は一人だろうっていう調査結果が出てきて、でマスコミの方にも同じように何回も当時聞かれてて、その時答えてたのは、私カルタ、競技カルタやるんだけど、あれってもう100分の1秒の世界で審判つかない、もうそしてコンピューターで判定なんかできない競技なんですよ。そうするとね、試合してる競技者同士の主張、私はこう触った、いやあなたの手はこうだっていう主張同士なんですね。で揉めるんですよ、揉める人は、私と揉める方なんですけど、で揉めた時暗黙のマナーとして、強い方が、例えば6段と3段が試合をしたと、そこで揉めたって言ったら6段の格上の方が譲るっていうのが、まあ、美的マナーとしてある。でもう、もう勝てそうだったじゃないですか。あ、正直ね、あと2日っていうところまでは大丈夫と思ってました。で残り2日っていう時に、その選挙カーで街に出て、あ並ばれたと思った。すいません、科学的根拠は全くなく私の体感並ばれたなと。それまではちょっとリードしてて並ばれた。で、まあ、こっからは一般論ですけど、こう一生懸命追いつこうとしてた人が並んだら、あとはこっちがよほど力ない限り、やっぱ並ばれたらちょっと抜かれますよ、チョピッと。で私はその、あ並ばれたってことはチョピッと抜かれる。で残り2日だから、明日で1000、最終日で1000で2000で負けると思って、あと2日っていう時の夜、事務所に皆さん残っててくださいと、多分並ばれました、残り2日で1000、1000で2000で負けると思う。で私ももちろん必死でやるけど、事務所もお願いだから必死で、それをなんとか1316で止めましたけど、やっぱりあれ、あちらさんからすれば1日600、600で1200、まあ1300ですよね。そういうふうに動くので、恐ろしい、選挙は本当に怖い、恐ろしい。またこれ私流の表現になっちゃって、はい、すみません。私4年前に心に誓ったのは、4年前の時点ですよ、これまで知り合いじゃなかった人と今後の4年間というか、まあ、解散までの時間は、一般企業の会社員の方からすれば新規のお客様獲得、それを徹底しようというのにこの時間を使おうと思ってたんですね。でその結果、もちろんあの中下なのか中なのか上なのか分かりませんけど、いわゆる黙ってたら自民党にまあお付き合いだしとか、あるいは黙ってたら、いや関係ねえ投票行かないとか、そういう方々との4年間つながり交流ができて、寄付してくださる方もいれば応援してくださる方もいれば、だから私にとってはあそこでもし家庭の話ですけど比例で入ってたら、多分この4年間こんな必死こかなかったんじゃないかと、私立憲主義だけでも足りないと思ってて、民主主義
民主制でも足りないと思ってて、その立憲と民主がくっついたっていうのが私にとっては待ってましたっていう状態だったんで、だから立憲民主党っていうのができて、あ、よかった、行くところができたっていう。私が石垣さんと1対1で初めて会ったのは街中の、あのティーラウンジだったんですよね。あ、いや出てくださいなんですけど、それより私の中で、あの印象深かったのはラジオのパーソナリティですよ。で聞いたこともあるし、で私が石垣さんにぜひやってくれませんか、お願いって、この人にお願いしようっていう決めた理由は、あの私がたまたま聞いたラジオで消費税が10月から上がるそうです、あ、上がるとのことですっていう多分原稿なんでしょうけど、その原稿を読み終わった後にボソッと消費税っているんですかねって、ええこの人原稿にないの言ってるよねと思って、え、それって大丈夫なのって余計な心配して、でもこの人の考えなんだなって、え、私と同じじゃんと思って、で石垣さんに会ったこともない喋ったこともない人に突然電話して、すいませんお目にかかりたいんですけど、その時内容は言わないで、で初めて会いました。だから私はパーソナリティだし、ちょっとタレントさんか芸能界の人っていうイメージがあるから、もうドキドキしてミーハーな気分 で現れたのがザ・地味で、え、本当にっていう、もう本当飾り気なしの素朴な朴突とした地味な派手さの、ハの字ももちろんないし、いやミーハーで言ってたやつがガグガグガグと崩れて、で真面目な話をしまして、その場でお断りされず考えさせてくださいって言われて、はあ、そういう方なんだ、そっか。で私言っちゃったんですよ、すいません地味ですよねって勝手に芸能界の人みたいにこうね、きらびやかなの想像してたら、いや、あのテレビに映らないのいいことにこの通りなんですって言われて、あの率直に素直にいろいろ正直に話してくれる人なんだと思って、あの私にとってはそういう方が楽なので、あ、楽ないい人と思って。17年の時に何か変わるだろうと思ったのが、もちろんね、あの順調になっていかないでしょうけど、鎌田さんの生活レベルの中で変わってったことが結構あります。17年からの4年間ですか、生活レベルで、生活レベルというのは生活の範囲で、範囲で国政がどうのこうのっていうのもあるでしょうけど、まあ国政はもう安倍政権すばすぎ、はい、あまりから入る線でずっと来てるし、野党もちょっとずつ抵抗してるっていう状況じゃないですか。でだけど宮城の政治状況というか、はい、生活の政治状況というのは、はい、何かちょっとは変化があったりします。うん、やっぱりね、石垣さんの選挙の時に60年の歴史ある大政治一家の3代目に、準備も含めると60日しかなかった石垣さんが勝って、あそこで特に感じているのは、特にですね、自民党が強いと言われている軍部の、農山間地域ですね、農家さんたち、自民党の農政に対してのご批判は強いんだな。そしてその批判はこのコロナで今米価がもう半とんでもない状態になってるじゃないですか。すごいですね。うん、で昨日、うん、まあ細かく言うと長くなるからあれですけど、仙台はもともとアンチテーゼが割と根付いている地域なんですね。だからいつもこうバランスよく、うん、市長がどっちかというとリベラだったら知事がっていう、そのバランスを取っているところなんですけど、仙台に関してはやっぱり今の中央の政治に対しておかしいねって感じている人たちが多くいらっしゃいます、うん、だって株は上がるけど給料上がってるわけじゃないし、だから一部の人が株、いわゆる投機の人たちは、でもその人たちからあといずれ地方にというのが自民党の安倍さんだったけど、降りてきてないんで、こうパッと見た感じ、そして緊急事態やまん延防止も解けて、
パッと見た感じはにぎわっているかなとは映ると思うんですけど、うん、やっぱりこの仙台っていう小さな町、村社会って言わないけど、もうこの中でも格差が激しいので、だから復興公営住宅にお住まいのお一人暮らしのご高齢者の方の孤独死、それから格差広がっていて、所得の低い方がお住まいの地区と、まあ、敗訴の方がお住まいの地区との格差で、具体的に言うと子どもさんの歯の治療率にそれが現れてて、仙台市内でもとある区は子どもさんの虫歯率が高い、とある区は治療率が高い、でこっちの治療されてない子どもたちの口腔ケアがなかなか行き届かない地区は若干所得低所得の方がお住まいで、選挙の投票率も低いで、こちらは投票率高いで、社長さんとか経営者とかで子ども育てるならこっちみたいな、ちょっと仙台市内の中でも格差が、だから本当あのこれでも政令市なのって思い疑いたくもなるけど、朝ごはん食べられなくて学校行って、学校の先生がおにぎり作って食べさせてる学校なんかザラにありますから。鎌田さんが国会に来るか僕はもう想定して最初に手をつけるのは何が手をつけるんですか。あーごめんなさい、私ね今その話でもう話の腰折るようで申し訳ないんですけど、一番最初の取り組みもう早速やるからねって周りに宣言してるのは動物愛護法なんですよ。そうなんですか。うん、すいません。いや、もうありますよ、すいません。それは なぜなんですか。あのね、今年の2月に宮城県内の大崎市内で、はい、農業用ビニールハウスで犬を100頭以上飼ってた方がそこで火事が発生して犬が35頭死んだんですね。でその後、まあ動物たちかわいそうっていう方がいろんな県会議員とか市会議員相談行ったみたいなんだけど、私のところになんか4番目か5番目ぐらいに来たみたいな感じで相談を聞いてみると、動物愛護法の10条に違反してるじゃんこれっていうことが分かって、でなんで違反してるのに、違反その10条って各都道府県知事に登録をしてからじゃないと営利目的の繁殖はできない、未登録じゃん、何やってんのってなって、いやこれはちゃんと捜査してもらって司法で罰金なのか何なのかちゃんと判断してもらわないといけませんよねって淡々と言って、で愛護団体の方々は中を見てるので近親交配してる、奇形交配してる、血統証も申請するときに虚偽申請してる、いろいろ証言はくれるんですけど、やっぱ証拠をつかまないと捜査機関もなかなか動かないから、その証拠をつかむのにまず時間かかり、で裁判所から令状を取って宮城県警が家宅捜索入ったらたくさんいろんなものが出てきて、私たちが訴えたかったもの以上のいろいろ出てきたみたいで、詳しくは聞けませんけれど、10月今月中に送検されて、あと検察が起訴するのを待つところなんですけど、それでね動物愛護法に生まれて初めて関わって、今まで関わったことなかったのどっぷりみたいな、したら抜け道とか足りないこととか、それからの全部とは言わないんですね、本当に良心的に正義感を持ってやってるブリーダーさんもいるんで、いわゆるペット産業のピラミッド構図、こんなになってんのっていうのを見まして、して、先月かな、長野県では1000頭以上の犬を5段ゲージぐらいでみたいなのもやられてましたけど、そういう深い深い政治家とのこうつながり、癒着は確認できてないんでその言葉は使いませんけど、これは動物愛護法をもっときちんと、適正にしないとあかんなと。いやだから
ペンとショップ行くと、いや私も思いますよ、あらかわいい、めんこい子だって、で70万、あ無理、あでもかわいい、見るだけただみたいな、ほんとかわいい、ただそのかわいい子犬ちゃんが売られてるまでの後ろはぜひ見てって思います。いわゆるパピーミル、繁殖工場、とにかく繁殖のためだけに6回宣言のところを7回8回9回妊娠させられて、で私が知っているのではオスの群れにメスポンと入れて、もうほとんどレイプ状態ですよ。誰がお父ちゃんだか分かんない。そうやって人間がお金儲けしてる。私は繁殖屋さんという業はなくなってほしいなと。ただ本当にその血筋守ってね、良心的なブリーダーさんがいて犬を飼いたいという人のための道具、ワクチン、病院、これは必要ですから、ペット産業を全部なくせとは言わないけど、今あまり可愛いところだけに目が行ってて、その影というか裏側というか、そっちにあまり目が行ってないがゆえに法律が追いついていってない。それから行政の保健所は、小泉大臣とこの間会ってきましたけど、保健所人足りないんですよねって言われちゃって、だったらなんとかしろよと。そうか、それも保健所だよ。保健所なんです。そうです。いや、自民党も保健所半分に減らしてきたんだろうが、人も減らしてきたでしょっては言わなかったけど、そうなんですよって。だからマンパワーも足りませんし、まず私はもう選挙の怖さを、自民党にもいたからこそ知っているつもりです。で、前回の4年前の選挙で残り2日で安倍晋三さんが地元のこっちの県会議員、市会議員に電話かけまくって、で1区から2区に全部投入されて、ああこれやられた、ターゲットされた、そういうのを知ってるつもりなんで、勝てるとかリードしてるとかっていうその世論調査の結果は私には体質的に全然こう合わない、入ってこない。街に出て自分がどう街歩いてる人から反応をもらえるかっていうのだけが物差しで、なので、一番町や駅前をブラ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 歩いて、な今日何人に声かけてもらえるかなとか、そういうバロメーターでもってやってます。で、選挙に関しては私は、いつもなんですけど、箱物に何人集めたか、何人動員かけたかというのは指標にはなってなくて、自分がどれだけ露出できて、どれだけその町の人と意思疎通コミュニケーションできたか、そこにかかっていると思ってます。だから自転車も乗るし、今日これから山行くんですけど、もうね、借りてる事務所の横がねすごいの、草ぼうぼう。一回草刈りしたんですけど、石垣さんにもういい加減草刈りやめてください、ちゃんとご挨拶、選挙やってくださいって言われて、んだって草すごいんだもん。で、あもうこうなったら仙台メリーちゃんを、このくらいのちっちゃいかわいい子ヤギちゃんをです、私の妹ですっつって、ここで行政のお手伝いで草を食べてます。で、私はこれから仙台メリーちゃんと一緒に子供たちで、仙台メリーちゃんとヤギといたおばちゃんいたよっていう話題に登ってくれたらいいなっていう、もう明日解散でも別にいいんですけど、はいはい。